盆栽斧のタイガです。はい、お久しぶりです。今回はですね、はい、桜の植え替えをしたいと思うんですが、はい、お客さんが、桜を買っていただいた時に、うん、盆栽風に仕立てる風にこう園芸品でも、盆栽になるという方法を教えたいと思います。はい、こちらの方が旭山桜という種類ですね。花は、八重のわりかしピンクが濃いボンボンとした花になります。結構もう桜っぽくはないですね。ただ派手です。咲くと、うん。だから人気があるのはどちらかというとこちらの方が結構人気がありますね。お客さんには、うん、旭山っていうのは、北海道の旭山ですね。動物園の。そう、旭山動物園の旭山ですね。はい、でそれこちらが御殿場桜って言いますね。でこちらは一重の桜ですね、うん、どちらかというとソメイヨシノに似た花になりますね。地元御殿場です。あ、御殿場ですか。あ、僕静岡。あ、静岡。あ、そうそう、御殿場からの御殿場で、はい、富士山の麓のところに生えてる。そうですね、富士桜の一種ですね、うん、でこれを植え替えるにあたってなのですが、ちょっと根っこをほぐしてみないとちょっと植え替えがわからないので、とりあえず土を落とします。で桜の植え替えの時期っていうのは、うん、本当は秋植え替えなんですね。あ、そうなんですか。本当は秋植え替えなんです。岩種病になるので秋植え替えなんですけど、 それはもうガチガチの根をほぐす場合でして、はい、これはずっとこの園芸品の土に入れときますと、うん、根っこが育たないんですね、はい、張っていかないので、それで、土を落として新しい土にするだけ、うん、根っこは切りません。わりかし、はい、植え替えていきたいと思うんですが、とりあえず土を、泥土なんである程度落としたら、揉みほぐすように落としても大丈夫です。いわゆる硬質の土じゃないから、はい、泥土、いわゆる畑の土ですよね、うん、そうすると、柔らかいのでずっとこのまましておくと潰れちゃうんですね、うん、硬くないので水の通りも悪い、悪く水はけが悪くなって根腐れの原因になるので、今のうちにやりましょうという。そうすると本当揉みほぐしておくと分かりますかね、土が溶けていくんですよ。もうそのぐらい泥土、粘土土なんですね。この方に根っこが深いんだ。深いんです。これは挿し木で作ってるんでしょうけど、御殿場なんで、はい、うん、こういう段差ができるんですね。でこれはまだいい方なんですけど、ひどい場合だとここの下にしか根っこがない場合とかがあるんです。その場合はもう本当にこのまんま植えるしかないのであれですけど、上にすごい根っこが多い場合は下の方だったらここら辺で切り取ってしまえば、ね、うん、ちっちゃく植えることができます。ただこれ上がでかいのでこのまんま植えても、はい、剪定としましては今の時期、これもう花芽がついてるんですね。ここにあるのが花芽なんですけど、まず枯れ葉を落として、この切り戻しの枝ですね、うんうん、ここの部分にはもう芽がないのでこれを切ります。このまま植えるとちょっと格好悪いので、うんうん、芽を残して、はい、切っていくと。でここの部分もいりませんので、ここも切ります。でこの切った切り口、この前も多分使ったと思うのですが、この炭ですね、キニヌールという炭を、あんまり濃いと黒いので目立ってしまうので、なるべく薄く、腐り防止止めですね、これはね、はい、これもう別の代用品でもいいんですよね、保護剤は、うん、ただこういう細かいやつなんで、うん、これが使いやすいってこと。使いやすいですね。別にカットバスターでも問題ないですよ、はい、塗りました。でここから鉢合わせなんですけど、うん、で今ちょっと3種類持ってきました、うん、でこれ深めの鉢ですね。これだともうすっぽりと入りますね。入りますね。でこれがかっこいいかなと思って入れたら、うん、上の方根っこが出ちゃいますね。でこれはもう粗相になるともう問題外ですね。器は小さいですけど、うん、まあこれはこれでね、あれですけど、上が結構タッパがあるのでこれに入れるとやっぱおかしいですね、うん、で安牌はこれに植えることが安牌なんですけど、はい、まあもう好みなんですが、うん、これに入れても問題ないです。水やりを考えるとこれの方が絶対いいですね、うん、そうですね、うん、根っこのことも考えると。また新たに追加されましたね、今これもこれと同じあれですね、高さでかっこいいのはやっぱりこれ系ですよね、うん、浅い方が、浅い方がいいです。自分たちはもう桜を、作り慣れてるので、うん、植え替え慣れてるので、もうここの段差で入らないやつは切っちゃうんですよね、もう根っこがあると、はいはい、うん、切っちゃう、ただ切っちゃうって聞こえたんですか。切っちゃいますか。天の声が聞こえた、はい、天の声が聞こえたね。じゃあ切っちゃいます、はい、これ見てもらうと分かると思うんですけど、ここ取り消したみたいになってる段が、そうそうそうなんですよ。でもこういう風にまばらに出るんですよね。
取り切りしなくても、うん、心配性な人は深い鉢に入れた方がいい。やっぱり根っこがあった方がいいですから、うん、こういうふうにスポッてある鉢に植えるしかないですよね、うん、ただうちはほら円を構えててすごい鉢があるので、はい、こういうふうに鉢合わせができますけど、うん、できない人もいるのでやっぱりもう安排はもう見ていただいてポットで、うん、そこにもうスポッて入るのをもう事前に買っとく方が安排は安排です、うんうん、この段差のところでシンの色違うんだ、ね、シンはそうです ね、 ね、うん、そう入りましたね、うん、はい、そしてここにキニヌードをまた鎖防止剤ですね。これはもうやんなきゃダメそうですよね。これはもう確実にやった方がいいです。カットパスタでもできるかもしれないんですけど、どうなの、剥がれちゃうと思うんですよ ね、 ね、濡れるとあれ剥がれるじゃないですか。そうそう、だからこれが確実、これ濡れてもほら大丈夫、うん、大丈夫なんで、で、まあ、かわいそうなんでここに置いといてあげて、あ、これに、はい、うん、ダメですか浅すぎますか、候補が来ました。もうちょっと削れば、山にして苔をね、で押さえれば大丈夫ですね、うん、上の方に、ね、土を入れたら。どうですか、ここですね、小さいかもしれない、若干大きいけど、これはやっぱ好みですかね。これはもう好みですね、うん、丸ですね。自分は丸が好きです、はい、どっからでも見れますからね、はい、で網をいつもと同じですね、切ってその大きさに、いつもの通り止めて、で水はけを良くしたいので、一番そこはこの鉢ですとこのぐらい荒い方がいいですね、うん、でマグアンプ系、いつもの通り入れます、はい、おなじみのマグアンプ系です。で鉢に植えて、こうまっすぐ植えるよりもね、うん、ちょっと斜めに植えた方がいいので、うん、こう植えます、はい、こんな感じで、はい、こういう風に植えます。正面もこっちってことですね。そうです、そうです、はいはい、これ一本出っ張ってるんですけど、まあここ上も花芽なんですよね。で社長は切った方がいいって言いますけど、まあどうでしょう、まあこんだけいっぱいあるから切りますか、うん、ピョーンってね、変ですからね。で植える時もいつもの通りです。この止め方はでも豆とか商品の人独特ですよね。独特ですよね、うん、なかなかないですね。でこれで引っ張るとこっちちょっと傾いちゃうんで、はい、ちょっとここでこの段階、うん、引っかかってる段階でですね、はいはい、で土をこっち側に入れます。そうした方が安定するので、うん、4種類今回はあるんですがこれを下の方に、水はけを良くしたいのでこのぐらい入れます、はい、入れていきます。もうちょっと入れますね、はい、そうすると安定したので、これで引っ張っていきます。鉢が、でもう片方も、桜心配でしたら3箇所止めぐらいした方が確実です、うん、これは根っこがあるんですよ。すごくある方なんですけど、もっと根っこがないのもあるので、うんうん、自分は心配なんで3箇所止めします。根が動くとやっぱ良くないってことですか、ね、ぐらつくのも良くないですし、うん、やっぱ抜けちゃうのも良くないですからね。何ミリの針金なんですか、これは。何ミリ、何ミリですかこれ。 1.5 か。 1.5 です。 1.5 ですね。 1.5 太いのをやるやつは持っておいた方がいい、うん、サイズによって、サイズによって針金変えますから、うん、ただ大きい鉢はやっぱ太い方が安定します。で止まったのでこれで入れていきます。でもうちょっとこれを半分ぐらい、これ赤玉だけ、これは赤玉、そうですね、キリュウも入ってたんですけど今は赤玉だけですね。でよくつっついてください、はい、で最後にこれですね、はい、一番細かいやつを上に。こんなに地の種類持ってないと思うんですけど、普通はだから2段階で平気だと思いますね。粗いのと一番下に粗いので中間で、うん、このサイズになりますと、うん、うちはやっぱ商品として売るのでやります。あとこれを上に乗せとくと勝手に苔が乗ってくれるんですよね、胞子が。でうち結構棚見ると勝手に生えてるのが生えてます、うん、でわざわざ剥がしたりもしますので、うん、でこれで水に
出してで上に飛び出してるのは下にいっぱい根っこあるのでこのぐらいは切っちゃいます。ちょこっとのやつをね。でそれで苔を張りますか。黒い鉢だと締まりますね。締まりますよね、うんうん、で花がちょっとありかしピンク、うん、薄いピンクの花なのでこれですからね、うんうん、ですからこれですで最後に苔を、はい、で植え替えたてなんで全部に苔を張るというよりはやっぱりあの土の部分を見せとかないといきなり普通の乾き方じゃないので変な乾き方もしだすので植え替えたてってやつは、はい、なのであの土は割と見える方がいいと思います。で全部覆うんじゃなくてそうですね、はい、こういう風に見えるところを作ってあげた方がいいですね、うん、あの葉っぱで垂れてるとかでは見分けがつかないよね乾いてるっていうのが、うん、木だけ見てもね。でこれで一回水切れさせちゃうと花芽せっかくついてたのがなくなっちゃうので取れちゃいますから枯れはしなくても完成。はい、これであとはもう花を咲くの待つだけ。待つだけです。桜に関してはですねこれ花芽ついてるって言ったじゃないですか、うんはい、このまんま、暖かいとこ沖縄とかに持っていってしまうとこの花芽だったのが元気よくなって葉芽に変わっちゃうんですね。おうおう、うん、なので一回冬越しさせないといけないんですね。なるほど、うん、なんでこのまんま花芽ついてますよって言って家に飾って暖房とか当てちゃうと、うん、もう全然ダメです。なるほど、暖かいところに。やっぱ外で外で、うん、やんないと今の時期は。そうです。で咲き出したらまあ中に入れていただいてもいいの でやっぱ自然に咲かした方が花も長持ちしますから、うん、そういうことです、はい、これは旭山です。これがほぐすと分かると思うんですけど追撃用のテープがこれほぐしますね今、はい、じゃあはい同じように工程同じですね。土を落としていきます。旭山の方がなんか追撃があるから太いのがね売ってもらうイメージが。そうですよね、ごっついイメージがありますよね。元が太いですからね。これもさっき同僚にですねあのこういう風な枝をですね切っていきます。追撃したか追撃した部分はこれですね。これが本体の木、旭山の木で、これが山桜ですね、に継いであるんです、うん、で今あのほぐしながら追撃用のテープ取っちゃったんですけど、うん、ここに丸くやってあったんです。でここはもう山桜なのでこれ取っちゃいます。でこれ接ぎ木したやつはたまにここら辺から枝が出てきたりするんです、元の山桜から。でそれをほっとくとこっちが枯れてしまうので山桜の方がやっぱ強いですから、うん、なのでそれはあの元から取っちゃった方がいいです。違う種類の桜が咲く場合もあるって。そう、まあほっとけばそうなりますよね、うん、でこれはほら根っこが小さいですから、うん、もっとコンパクトに入りますね、はい、この辺でまあ入るやつを一応持ってきましたが、ね、桜は、まあ、旭山は特にそうなんですけど、うん、根っこの張るのが早いんですよね、はい、であとやっぱり夏場はよく水が乾くの で、うん、で花芽をいっぱいつけたかったらカンカン照りに当てないと花芽がつきにくいんですね。なるほど、はい、これでも入れば入るんですけど、うん、こっちに芽があるんですよね。でこっち側に根っこがありますから、うん、こうやってグッて寄せても位置がそう良くないの。こっちにこっち方に寄っちゃいますから、これは入るは入りますけどあと管理が大変なので、これなんかだとまとまりが結構すんなりといけますよね、はい、であとはこれが、うん、自分も一番あると思います。であとほら根っこね土も入りますから、うん、でまあ水やり心配な方はやっぱこういう鉢になってしまいます。ただこういう形が好きな人もいますから、それはやっぱり好みですよね、うん、ただ盆栽風に作るのであればやっぱりいくら園芸品としてもやっぱこれが一番いいと思いますね。やっぱ浅さと、そうですね、やっぱきっちりしますよね、うん、これに植えたいと思います。はい、では、はい、植える工程は省略します。はいさっきやったんでね。さっきやったんで完成。完成、はい、これが、旭山桜ですね。でこちらが御殿場桜になります。御殿場桜です、はい、植え替えるとねポットよりもやっぱり締まりますよね。そうですね、はい、これであとはもう花咲くのを待つだけと、はい、と花がついてればって、さっきも言いましたけど中には、うん、はい、入れないでください。一回冬越しさせてから中に、ああ室内に入れずに寒さに当ててください、はい、当ててください、はい、以上、桜の植え替えでした急に締めたどうですか先生、花芽大丈夫かなどうで言われてたの花芽チェック、ちょっとちっちゃいね、これはもう
綺麗に咲くと思いますよ、うん、あれやっぱ切っても平気だよね、うんうん、あんだけ根っこがあればうちも何回も切ってるけどそれで枯れるってことは今までなかった、うん、水さえちゃんとやってれば結局水ですよね水です、うんはい、土をそう全部落としてねあ水はけのいい土に変えちゃいましたからそうですねそれでは乾きます乾きます植え替えたては余計乾きやすいし鉢もちっちゃくなった鉢、ね、もちっちゃくなった分これは特にちょっと注意しなきゃいけないですね特に園芸から変えたとなるとそうですね土がね違いますからそういうことは注意点ですはい注意点はい、はい、ありがとうございましたありがとうございましたこの大量の金箔、うん、それを植えた金箔がここにたくさんありますとここだけと思いきやこっちにも大量に金箔がありますこれはですね、うん、趣味で盆栽をやってるね、うちのお客様がね、はい、心拍をやたら増えてしまったので、ちょっと処分したいということで。やたら増えましたね、はい、本当に。増やしましたね、びっくりしましたね。お庭が広いんですよ、田舎の方が。なるほど。刺したそうです。刺し木全部、何年もかかってるのもあると思うんですけど、とりあえず石につけたりしたやつは、うん、自分家のお庭に飾ってあるんですけど、はい苗木の状態ですよね。こういうふうにまだポットでございます、うん、まあ曲げてもあるしまだ出来上がる前の状態ですけれども、うん、はい、それでこっちの方で、販売を任されましたのでこれを京都の大観店に持っていきたいと思います。持っていく。お値段はもうお安いです。お安い、はい、だからこれ結構大きさバラバラですよね。そうですね、大きさ別とあと太さ、うん、古さは別に値段はつきますけど大体1000円から5000円、6000円、高くて6000円ぐらいまで、まあ、1000円ぐらいのやつとじゃあちょっと立派なやつそうですね見てみますか。この辺この辺この辺これみんなちゃんと曲がってるんですよ。足元から植が入ってるんで結構あんまり探してもないかもしれない。その辺がちょっと立派な方。そうですね、これが一番高いクラスになるかと思いますね。それが5000円ぐらい。そうですね、まあつけて6000円ぐらい鉢が入ってますからね、うん、ポットだとね5000円できると思いますけど。なるほど、はい、であと中間がまあありますから2000円とか3000円とか、うん、バラバラになります。これから分けます。はい、はい、これ僕が見て思ったのは文人の素材みたいなのが多いんですよ。結構細い木があるんで、うん、これはそうね、まだ一番若いやつですからね。そうそう、僕もちょっと欲しい、うん、文人っぽくできそうだなっていうの。これはまあちょっと模様っぽいのかな、うん、もう小さくする人は上切って刺しちゃう。そうです ね、それで下枝でね作っていくんですよ、うん、これをまっすぐにしないでね、もっとね極端に曲げるとか、はい、こういう風に逆にねこういう風にしてね、これ頭に持ってきちゃって、はい、でこの辺ちょっと陣にしたりしてね、はい、で何年か2、3年でモコモコになってくるんでね、うんうん、でこの辺はもう2本にしちゃう、うん、豆盆栽の人はそうするんです。だけど、はい、だけどこの大きさでいい方はこれで作り込んでいく。だから結構何でもできると思うんで。そうですね、刺し木もできるし文人もできるし、う、うん、いろんなのがありますのでね。こういうのもねあるしね、こういうのもね、なんかもういたずらし放題、いたずらし放題、し放題ですよ。素材として結構いいのかなっていうものがいっぱいあります。はい、でこちらが12月の、あ、じゃあ11月の24 25です25から28です。25から28の大観店、はい、それであと量多いんで上野グリーンクラブの常設売店にも置きます。置きます、はい、ので、はい、よろしくお願いします。結構ね探すと本当にいい木いっぱいあるんで、おすすめです。ありがとうございます。ありがとうございます